I have a 射線 I have a 射線先ちょから出るお湯なくなっちゃいそう、割り切りに入ったらどんどん出てきたよ、ゴミがカルビがボムカルビがボムこんぐらいというわけで始まりました、ペギーラジオ、ね、今回ね、ラジオのためにお便り募集してました、うん、はい本当ですか、ペギーメンバーに質問がありますかっていうことで、じゃあ高井くん一般の方に貼るから、ちょっとお便り読んでもらえるかな、これ何それお便り読み上げます。最近カルビさんのエロ売りしてると思うのですが、ペギーの皆さんから見てどう思いますか。そうなのカルビ、してる、どうしてエロ売りって、何エロ売りって、カルビどういうエロさ、してないよ。でも俺カルビがさ、直接的には俺の口から言えないんだけど、うん、その男性の男性器の先っちょから出るものをさ、あーなんかエロ売りしてたな、そういう意味では。それえ何、それを何表現してしまったって、それをなんかいきなり言い出して、は突然突然じゃないよ、突然武器を持ちながら、突然その武器ってのは隠語それは違う、それは突然武器を持ち出してだカルビさんねえ、ね、カルビそれはまずいよ、ね、言い方悪いよ、いや間違えて射線ね、うん、射線と射兵と射線が混ざって混ざって、うん、どうだったの？ I have a 射線 I have a 射線先ちょから出る先ちょから出るの方が嫌だわ、なんか、うん、先ちょから出るものを言ってしまいました。言ってたんだ、それで、うん、はい、合体させたんだ。いや、そうなんだよね。それは意思があってのこと？意思ない、ノー意思？ノー意思。それは反省したの？みんなの前でめっちゃ反省したしかもそれ同じぐらいの時に2回ぐらい言っちゃってさ、うん、お前の頭真っピンクやないかよお前。違う、普通にしかも超真顔で、うん、射精って言ってさ、私あもう今も言ったし、うん、めっちゃ言ったし、隠そうが悪いよな、もう超真顔でね、自分を疑った、本当になんでこんなねえ、だから声出なかった、すぐこの言葉が。はい、じゃあ次のお便り行ってみましょう。しんさん長っ、ラジオネームジョンキーさんこんにちは、いつも皆さんの配信楽しく拝見させていただいています。ペギーが結成されたのは VCR ラストだと思いますが、4人がどう出会って仲良くなったかが知りたいです。 VCR 内だったのでしょうか、それとも以前から交流があったのでしょうか、またそれまでの皆さんのストリーマーとしての生い立ちみたいなものを伺いたいです。これからも応援しています。ちゃんとした質問じゃん、めっちゃちゃんとしよう。これは何、どこで募集したの、配信中に、配信中に Google フォーム雑に作ってラジオネーム書かせるとこもなくやったら、うん、早っ、まあじゃああれじゃない、古い順でいいんじゃない、出会うのが、だ最初に出会ったのは俺と高木なんだよね、ペギーで。ああ、まあ確かに確かに、そうそう、以前から交流があったのかっていうことだから、あまあ高木はフォートナイトもね、そうで、ありけんと出会って、高木はあれだよね、こっちに来だしたとこ行ったよね、本当に以前、お前質問の答え分かってないじゃん、どういうことだ以前から高木と交流ありけんあったんだよねってこっちが振ってんのに高木は来だしたよねって、お前何言ってんのってめえ高木とはめっちゃあるよ俺は交流は。そうだよね、いやもう俺らはもう鬼のよう な一緒に温泉入った仲だしな。あーそうだね、クソガキの高木と、お湯なくなっちゃいそう、割り切りが入ったら溢れて、あでもね実際マジでそれはマジなくなるねーガチガチガチ、しかもさそこ、いや本当に中汚かったんだけど、うん、俺爆笑したもん、アリケンが入った瞬間、はい、温泉のお湯がザッポーンってもうここまでかってぐらいなくなって、うん、それで中汚かったのがゴミ取れたってこと、どんどん出てきたよゴミが俺の足にゴミがついてきたもん、水と一緒にアリケンから出てきたわけじゃなくちげえや最悪そうだよね、さすがにね。ちなみに俺はね、アリケンと一個前に交流あったよ、ぶっちゃけ。え、実はそうなの、え、そうなの、え、そうなの。本当はミルダムのエーペックスのイベントにアリケンと俺とミートたけしで出るってなって、うん、で、当日連絡が来て、うん、あのアリケンさん、超滅と被ってて出れませんってなって最悪じゃん、何あの人とか思って、交流がないとで、あの出てきたミルダムからの資格が、ケンキ、
あ、そうなんだ。そこで仲良くなったの？そう、そこでケンキと仲良くなって、でケンキとツイッチどうするみたいなんで、なんか突然家呼ばれて、家行ってみたいな感じだった。でもマジ運命だな。すごくない？それで元気なのすごいな。そう、それで元気に俺が VCR ラストってのが最近は始まるみたいだよっつって、じゃあそれで一緒に参加しようっつって言って一緒に参加した。うわ、仕組まれてるような出会い方してんな。最初からアリケンは最低だったし、元気とあそこで出会ったしだったね。へえ、そうなんだ。じゃあアリケンが被らせてなきゃ出会ってなかったかもしれないもんな。まあ仲良くなってなかった説はあるよな、ワンちゃん。うわ、よかった、被っといて。消滅優先しよかった。ゴミだけどな。そこは終わってるけどな、ちゃんとな。カルビーは誰と一番最初に出会った？シンジか。VCR だったら俺だな。俺がでっかい家を建ててたんだけど、あの時素材集めんの大変でさ、出た。まだその最初藁だったんだよ。藁で土台を作って、でそっからそれをどんどん石とか鉄に変えていこうっていう計画だったの。で土台をこう完璧に作っていった中で、なんか一つだけ壊れちゃってたとこがあるんだよね。でそこでなんかいきなりカルビが侵入してきて何も言わず。で俺のそのでっかいお城の中の TC をなんか勝手に触り出して、でこれを解除してほしければ物をよこせって言ってきて、俺そんな話があるかと思ってびっくりしたよね。俺しかも最初さ、マジでさアニメみたいな声のやつに言われてさ。あー、そうだよね。ちょっとそれさ補足していた限り、うん、俺お前があそこの近くでお前がでかい家作ってたの知ってたんだよ、うん、で俺そのでかい町に行くために絶対通んのね、お前ん家の前を、うん、そうだね。そう、俺その度にお前ん家撃ってたのね、無言で。それ知ってるよ。お前がグレネードとか投げてきた。お前あれでしょ、普通に友達と話しながらなんとか言ってセミオートライフル撃ってたよな。そうそうそう、俺知ってるからな、お前が馬に乗りやすい。だから多分ね、カルビが入った穴俺が作ってるわ多分。あ、でもそれも含めてマジで運命だよな。アリケンが作った穴にカルビが入ってきて、うん、ちょっとやばい。アリケンが作った穴にカルビが入ってきて、なんかそうね、うん、ありがとうなアリケン。でもさ、全部アリケンの最低から始まってない？本当にそうだ。マジでカルビすごかった。ネズミみたいな感じでチュー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 って。大したものお互い持ってねえのに。あの時思わなかったんだよな。何にもなかったのにな。あ、すごいんだよこれ。俺が1週間ぐらい貯めた物資があるんだよ。高木とカルビが俺ん家に来て、これ使ってレイドしようって言い出したの急に。急にね。まだ物資があるんだからね。そうで俺がやめようって言ったら、カルビいきなり、もう分かんないなって言い出して急に。あの伝説のクリップってことだ。あれ何でなったんだっけ。なんだっけ、だっけ、ルール言われるけど何がルールなのみたいな感じで切れたんじゃないか。俺と高木が困惑してさ、そうだとか言ってカルビをどうにかなだめようとして。アリケンとシンジのことは知ってたけど。あ、そうなんだ。アリケン知ってたの？知ってたよ。なんで？なんかその時私にゃんたこと仲良かったんだけど、あ、でその時めっちゃアリケンにゃんたことバロやってて、やってたね。で俺バロハマってカルビを知ったんだよ、バロ経由で。そう、バロラントでやべえ女配信者がいるぞってなって、あのカルビがスパイク持ってて仲間がサイトに入ってるのに設置しないのずっと。残り時間30秒ぐらいで、あ、私がバメーって言い出したの。カルビがボムーな。そう、カルビがボムーっつって、ヒカキンさんばりの、思い出した、ヒカキンさんばりの喉ベースを使い出してさ、ずっと言ってたよな。悪気もなかったんだ、その忘れてたとかも。いやマジで、マジでやりたい。ごめんごめん、ずっと言ってた。あ、ごめんごめん、私とかじゃないんだよ。いきなり、あ、カルビがバメーって言うの。急にもう俺びっくりしてそれで。いきなりあの中低音な、あのバメーって。なんかあの中低音いいよな。綺麗な喉ベースが出て。あの時喉ベースしすぎてクソ喉かゆかったの覚えてる。あれ。マジでもう出ないんじゃない？ちょっとやってみて、今出せる？カルビがボムー！いや、もっともっと違う。もっとこっちだった。また俺が本気でさ、カルビがボムー！
こんぐらい。そんなそんなそんなんなんだ。いやマジマジマジ。いやマジだって乗れたもんな。うん、あまりにも心地よすぎて音。クラブかと思った。乗れはしないよ。クラブかと思った。なんだこの重低音。心地よかったもん音があまりにも。永遠の消防隊の重低音みたいな。あの時だけクラブになったわ。